坂道のアポロンは小玉きによる日本の漫画。月刊フラワーズにて2007年11月号から2012年3月号まで連載された。同年5月号から9月号まで番外編、ボーナストラックが掲載された。単行本は全9巻と番外編1巻。作者にとって1巻を超える長さの連載作品は初めてである。この漫画がすごい。 2009、女編で1位を獲得。第57回小学館漫画賞一般向け部門を受賞。作者の産休のため、2010年5月号から7月号まで救済した。1966年初夏、男子高校生、西見織は、船乗りの父親の仕事の都合で、横須賀から長崎県の佐世保市にある佐世保東高校に転校した。 転校初日、同じクラスのバンカラな男、川淵仙太郎との出会いをきっかけに、ジャズの魅力にはまり、カオルの高校生活は思わぬ方向へ変化していく。さらに、カオルは、仙太郎の幼馴染である、迎え律子を好きになるが、律子は仙太郎に、仙太郎は上級生の深堀ゆりかに、ゆりかは、かつらに純一に思いを寄せていて、それぞれの恋の行方も複雑になっていく。 ある日、薫は律子がセンタ太郎のことが好きなのを承知の上で、律子に自分の思いを告白する。薫の告白に戸惑う律子であったが、センタ太郎が律子の思いに気がつかないことから、次第に薫に惹かれていく。一方、センタ太郎はゆりかが、純一が住むアパートにいるのを偶然見かけ、激しく動揺する。ゆりかは家族から大学を中退し、 佐世保で無意に過ごす純一との交際を反対されていた。純一は現在の自堕落な生活から立ち直ろうと東京の出版社への就職を決める。それはまだ高校生で佐世保から離れられないユリカとの別れを意味していた。恋の甲はテレビアニメ版、縁の甲は映画版のキャスト。坂道のアポロンオリジナルサウンドトラック作中に登場した楽曲などを収録した。 オリジナルサウンドトラックが EMI Music Japan より発売された。2009年9月16日発売、特時マイナス66523。アニメ、坂道のアポロンオリジナルサウンドトラックテレビアニメ化に伴い、オリジナルサウンドトラックが Epic Record Japan より発売された。2012年4月25日発売、エスコールマイナス3874。38 プロデュースは、菅野陽子、演奏には、松永隆史やる池新平、石若旬などが参加している。アニメ、坂道のアポロンオリジナルサウンドトラックプラスモアレア前述のアニメ坂道のアポロンオリジナルサウンドトラックに収録されなかった音源を集めたアウトテイク集。実写映画化に伴い、映画、坂道のアポロンサウンドトラックジャズ演奏曲集が、 アリオラジャパンより発売された。2018年3月7日発売。BVCL-871。大半の曲は鈴木雅人によるもの。2012年4月から6月まで、フジテレビ、の痛みな枠にて放送された。テレビアニメ、カウボーイビーバップを手掛けた監督、渡辺真一郎と同作品の音楽を作った。 カン陽子が久々にタッグを組むことが話題になっている。本作はジャズ漫画のアニメ化であるが、カン陽子は以前よりジャズは好きではないと発言しており、本作についてはあくまで人間を描いた作品と答えている。最終話となる第12話では原作者である小玉幸自身が原画に参加した。2012年4月開始のつぼねはテレビ長崎を除き、 のいたみな枠台一部としての放送作品となる。坂道のアポロン迎えレコード、地下下通信響きラジオステーション2012年4月10日から2012年7月3日、通常配信会ゲスト1、2、7、細谷義正ん4、諏訪部純一を6、岡本信彦、特別版ゲスト細谷義正諏訪部純一岡本、信彦武士ロードメディアより発売。 富士テレビ上により発売。同名タイトルの実写映画が2018年3月10日に公開された。監督は三木隆弘。主演は知念ゆ里。アスミックエースより発売。ありがとうございます。